カレンさんこんにちは。ということでですね、まあ、ちょっとねこれから飯食い行こうと思ったんだけど、まあ、ちょっとこのね初めてこの靴を履く瞬間、まあこのなんていうんですか、この靴をさこう初めて下ろす瞬間のあれを撮っとこうかなと思って、じゃあちょっと白から行くか、白から、今日は白から行こう。ちなみにこれ靴26です、サイズ。よっ、ちょっと待って、どうしたらいいんだ。よいしょ。ちょい待ってね。よっ、一回これを取ろう。よいしょ、よいしょ。あれちょっときつくないか、若干。あれおかしいな、ここがちょっとこうなってるからか、うん、よっ、よいしょ。あれきつい、なんだこれ。あ、いけた。なんか横が、前は大丈夫なんだけど横がちょっときついな。これをちょっとこうすればいいのか、こうやってほぐしていくというか。こうやってこっちにこう電線というか伝えていけば、ちょっとずつこう緩やかにねしていけばね、これでいいのかな、こんな感じか。もうちょい緩やかにしとくか。暑いなってか、エアコンつけよう。よいしょ、ちょっと緩やかにしていきます。よいしょ、こんぐらいかな。てかこれ、あれ、なんかさ、これ気持ち悪いんだけど、気持ち悪いんだけど、わかる？あのさ、こっちのはさ、まあ、これあの送られてきた状態でなってんだけど、ほらこれこ、なんていうの、この一番最後のこの結ぶところがこう下からこう上に来てるんだよ、これ両方とも。これこっち下に来てんだよね、こっち、このここのところが。わかる？わかります？これ気持ち悪くない？これ普通こうさ上から来てもらわないとなんか気持ち悪いじゃん。え、この場合ってさどうしたらいい？この場合ってどうしたらいい？
直す、え、どっからどう直せばいいんだこれ。これを逆にすればいいのか。え、どうしたらいいんだろう。こっちはなんか黒の方はちょ両方上に来てるけど、これ結び目が逆だな。これ上に来てるのがというか、なんというか、どうしたらいいんやろ。全部紐取るしかないのかな。え、あれでもこれ上に来てない。いや違うか、ちょっと待って、頭がフル回転させないと。え、これどうなってんだ。え、どうなってんだこれ。いや、こっちも下に来てるな。いや、よく見たら両方とも下に来てるわこれ。あ、よく見たらこれ両方とも下に来てる。よし、こんなもんだろう。よし、大体同じだ。来た、大体同じ。やべ、何も食ってないから気持ち悪くなってきた。できた、できた。じゃあね、もう一回これ靴を下ろしちゃうともう家の中履けないですけど。初めて下ろします。ロコンド、リザードロコンドコラボ靴。第一歩下ろしました。僕の靴もロコンド。闇をたくさん歩いたからこそ今の自分が光るから、君の靴がロコンド、僕の靴もロコンド。あ、ガチャピン触らす。あ、履きやすいね、ロコンドの靴。履きやすい。